誰だ。わしの最高傑作。あんた誰だ。倒せあいつを。わしの敵、わしのライバル、わしの生きがい。行け。そして破壊しろあいつを。待て。緊急事態発生、緊急事態発生。待機中のイレギュラーハンターは直ちに集合せよ。またあの夢か。レプリホースの勇敢なる兵士諸君、今や我々レプリホース全員がイレギュラーと決めつけられた。だが我々とてこのまま汚名を着せられておくわけにはいかない。我々は自らの手でレプリロイドだけの国家を建てる。ただしこれは人類に対しての敵対ではない。自由と安全、それら正当な権利を求めるための戦いなのだ。共に築こう。何者にも侵されない理想の国家を。共に進もう。我々レプリホースの未来に向かって。私もゼネラル将軍と同じ意見だ。いいか、我々にはこれしか道はない。恐れず勇気と誇りを持って戦おう。我々はレプリホース、史上最強の軍隊なのだ。ジェネラルのやつめ、とうとう動きおったわ。さて、イレギュラーハンターよ、どう出る。ここでゆっくり見物させてもらうぞ。
からこそが全てだ。お仕置きの時間よ。Ha!
地面にへばりついていればいいものを。見損なったぞカーネル。何をする。今からでも遅くはない。クーデターを中止しろ。断る。そうか、行くぜ。やめて、兄さんやめて。忘れたの？ゼロは私の命を助けてくれたのよ。この場は引くとしよう。だが次は容赦しない。ゼロ、お願い、兄さんと戦わないで。二人が戦えばどちらかが。誰かがレプリフォースを止めなければならない。ゼロ！
クラゲの方がまだ手応えがありそうだ。この攻撃、かわせるか！
Yeah.
行ぞ。ちっとは楽しませてくれんだろうな。容赦はしない。行くぞ。ゼロ、しっかりしろアイリス。お願い、もうデブリフォースに手を出さないで、一緒にデブリロイドだけの世界で暮らしましょう。アイリス、デブリロイドだけの世界なんて幻だ。そうよね、でも信じたかった。デブリロイドだけの世界で、あなたと。アイリス、
イリス、ア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 イリス。俺は一体何のために戦っているんだ。君とは戦う運命にあったようだ。今日こそお前に勝つ。ここを通すわけにはいかんのだ。私の相手をするなんて10年早いわ。
木屑と消えるがいい。これでも食らえ。久しぶりの戦いだ。氷のベッドでおねんねしな。米が地面にへばりついていればいいものを。
車の部隊を全滅させた赤いレギュラーはどこだ？あ、はい、あちらの扉の中に。ご苦労、あとは私がやる。隊長自らが？これ以上お前たちに犠牲が出ては困るんでな。隊長にかなうレプリロイドなどいるわけだ。赤いイルギラを修理センターへ運べ。それとドクター・ケインに連絡を。あのイルギラを調査する。隊長、お体の方は？うるさい！に旅立つ準備はできたかね？
地獄に旅立つ準備はできたかね？本当の俺なのか、本当の俺ってやつなのか。結局誰も助けられなかった。アイリス兄さん、やめて。アイリス、俺たちレプリドイドは結局みんなイレギュラーなのか。